婚約者のみんな、こんにちは。みんなさ、なんか何回も同じ夢 見たりする?みんなさ、人生の中で何回も同じ夢見たりすることある?俺にはある。夢どんな意味するかちょっとわからないから、まあこの動画作って、ちょっと俺の夢のわかる人いたらぜひ教えてほしい。もう俺の夢を解説できる人がいたら、本当に助かる。ゴードの夢、きっと深い意味がするんで、それか自分の精神、何か深い傷でも残ってるかなって思う。で、この夢は、まあ、必ず、同じことが起きるんだけど、毎回、その、場所とか、出てくる人物は変わったりするけど、起きることが同じ。だけど、こんな夢、何の意味するんだろうね。そして、大人になっても、この夢、まだたまに見るから、なんだろうなって思う。よし、俺はたまに見る夢はね、トイレの夢。そうそうそう。夢を説明する前に、俺の実家は、ゴードが育った実家は、トイレにロックはなかった。しかも、横に、滑るドア、スライドドアなんで、まあ、本当に開けやすい。こうやって、シューッと開ければ、もうトイレが見える。そしてトイレの部屋にも、洗濯機があった。洗濯機の部屋とトイレとかいろいろ一緒になってたから、家族のみんな、まあ、鍵ないから、入るときは、ちゃんと先にノックするのは、まあ、起きてになってたんだけど、まあ、それは、まあ、みんな知ってた。必ずトイレのドアをいきなり開けないように知ってた。だからトイレしてるときに急に人が入ってくる心配はそこまでなかったけど、まあ、とりあえずその鍵がかかってるという安心はなかった。でも俺、ゴードは生まれてからその家に住んでたから、自分にとってはそれは普通だったから、そんな気になってなかった。だけど、ゴードは変な夢見るんだ。で、多分一番最初見たときは、実家でゴードはトイレに座って、トイレしとった時に、お母さんがいきなり入ってくる。トイレの部屋に。あ、やっぱこの夢恥ずかしいかも。まあいいや、まあいいや。お母さんいきなり入ってくる。で、お母さん何してるの？俺今トイレしてるんだよって言っても、お母さんは、いや、私は洗濯物するだけだよ。気にしないで、みたいな。で、もう洗濯機結構な同じ部屋で、いやだから俺がトイレ終わってから死にしろよって言って、もうお母さんはなんだよ、もう洗濯してるだけだよとお母さんが答えてきて、もうなんだろう、もう早く出てけ出てけ出てけみたいな感じになって、で合同大きい声出してるから、多分お父さんとか誰かもう一人がトイレの部屋に入ってくる。何が起きてんだよみたいな。お父さんも入ってきて、そして合同がもうパンツね、ゴードが座ってトイレしてるとこ見て、ゴードに向かって、お前なんで人がいるときにトイレしてんだよみたいな言ってきた。いやいやいや、お母さんが勝手に入ってきたんだからみたいなこと言って、その後になんか、お兄ちゃんとかね、お姉ちゃんたちもなんか、トイレの部屋に入って、もうゴード何してんの？なんでみんなの前でトイレすんの？みたいな言って、だから俺一人でトイレしたいの。お前たちが勝手に入ってくるんだからみたいな。展開になっていく。その入ってくる人たちは全然出てってくれないっていう話。もう早く出てけ出てけ出てけ、もうトイレの最中なんだよっていう展開の夢です。はい、まあ大人になっても日本に行ってもまたたまに見るこの夢。日本でも見る。日本での場面、日本場面の同じ夢。なんか岐阜でトイレして、岐阜の子供が鍵、ドアの鍵開けて入ってきて、ゴード何してるのみたいな。いやだからトイレしてんだから。そしてお母さんも入ってきて、なんでうちの子の前でトイレしてるのみたいに聞いて、だからお前の子が勝手に鍵開けて入ってきてんだからみたいな。でもなんかみんなも話分かってくれなくて、毎回毎回ゴード何やってんの、なんでこんなみんなの前でトイレしてんのみたいな。なる。だからこれトイレの部屋だから入ってくんなっていう。あーあーあああ、これどういう意味？なんかゴードにはなんか精神的にはちょっとなんかあるんですかね。どうやろうね。とか、高尚なトイレに行って、トイレがたくさんあるんだけど、仕切りとかなくて、
もうそこでみんなが見えるところでトイレするしかないけど、もうトイレしたくてしたくてとか、そういうたまに見るんだよね。みんなどう思う？この夢何の意味する？ゴードはいつかこの世界の王になるという意味するかな、この夢。あ、そして毎回夢の中でゴード何してるのみたいな風にされるの本当に嫌だ。もうバカじゃない、なんでみんなの前でトイレするの。なんかゴードがなんかゴードの方がおかしいみたいな風にされるのも嫌だよね、あの夢。まあこの夢誰か解説してくれ、本当に。あの大人になってもたまに見る夢で。あー、どうやろう、みんなどう思いますか。みんなこういうなんか何回も同じような夢見たりするんですか。コメント欄で教えてください。じゃあ今日の飲み会楽しみにしてるぜ。なでなでタイム、なでなでタイム。そっか、なでなでタイム入ったか。おお、よかったね。あー、よし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 、おー、よしよし、なでなで。よかったね、よかったね。明日も頑張ろうね。よしよし、お疲れ様。